こんにちは。東京都の八王子市に来ております。八王子市は東京都の西部に位置する人口約56万人の都市であります。八王子にはどんな美味しいお店があるのか教えてもらいに行ってみましょう。タクシーの運転手さんに美味しいお店を2店教えてもらい、ベスト3を回ってみようと思います。さあ、八王子にはどんな美味しいお店があるのでしょうか。タクシーの運転手さん、ご協力ありがとうございました。青葉とかが有名だよねみたいな。タルトケーキ、パティスリー、勝谷佐々木。八王子の道の駅の、はい、八王子ナポリタンっていうナポリタンスパゲティなんですけど、あとは味変ですかね、ラーメン竹の屋。奈良原に見に行ったんですけど、西八王子にある宮坂というラーメン屋さんぐらいですかね。花とかあるでしょ。花、うん、ラーメンの。ラーメン屋さん、はい、とか出てこないですかね。とか田町のカレー屋さん。あ、いいですね。八の木か、八の木麺屋春座っていうとこが美味しいらしいですね。宮宮っていうラーメン屋さん。え、土産屋。普通のチェーン店だ、久別うどん屋さんで、ね、ラーメンでもいいんですか。あ、ラーメンいいですね。ラーメンじゃあミンミンに。あ、ミンミン向こうにあるんですけど、ラーメン屋のミンミン。まあ、ラーメンだとすぐそこ行ったところにね、はい、竹の屋ってあるんですよね。中華料理のですね、はい、中野上町にある高校という中華料理屋さんですね。ラーメンベウラかな。ベウラ、あ、一発だ、一発。あ、一発、一発さん。うなぎは篠崎、ホテイヤっていうお蕎麦屋さん、そこの、はい、生姜焼き定食、前もってこの漬け込んである味が非常に美味しいんですよ。では3番目に押されたお店に向かいます。車は入れませんが左側です。3番目に押されたのは竹の屋。2番目に押されたお店に行く前に寄ってみたいところがあるのでお付き合いください。
お待たせしました。では2番目に押されたお店に向かいましょう。右側にあります。2番目に押されたお店は一発ラーメン。1番目に押されたお店に向かいましょう。左に見えます。一番に押されたお店はミンミン。八王子市は宿場町として、その後は織物中心の商工業の町として発展し、現在では産業都市、学園都市、そして住宅都市など多様な性格を併せ持つ都市へ進化を続けています。世界一の登山者数を誇る都民の憩いの場高尾山など、豊かな自然が身近にあることもあり、首都圏買って住みたい街ランキングでは2位にランクインし、腰を据えて住む街としてかなりの高い人気です。
都市のにぎわいと自然の心地よさが調和した町、八王子での美味しい食事をありがとうございました。